日本共産党の井上聡です。議会制民主主義にとって、国民の選挙権を保障することは、根幹をなすものであります。公選法の第一条では、この法律は日本国憲法の精神にのっとり、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって、公明かつ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発展を期することを目的とすると、こうしているわけであります。憲法と、この公選法を踏まえて、この選挙における投票機会の保障の意義について、まず大臣から伺いたいと思います。高市総務大臣。今、委員が公職選挙法第一条を紹介してくださいました。もって民主政治の健全な発達を期することを目的としております。まさに投票の権利は民主主義の基礎的な部分でありまして、投票の機会を広く確保することが極めて重要だと認識しています。で、近年、投票率が低下する傾向にあります。総務省では、平成26年度より省内に研究会を設置しまして、有権者お一人お一人に着目した、さらなる投票機会の創出ですとか、利便性の向上の方策を検討してまいりました。そしてこの夏の参院選から効果が見込まれるものとして、共通投票所の設置や期日前投票の投票時間の弾力的な設定を可能とする公職選挙法の改正案を現在ご審議いただいております。これからも選挙人の、投票機会の確保にしっかりと努めてまいります。井上哲司君。投票機会の確保は極めて重要だということでありますが、その保障するべき、投票所の場所が減り、また閉鎖時刻を繰り上げる投票所が増えているというのは大変大きな問題だと思うんですね。で、選挙部長をお聞きしますけれども、まず投票所の数について、2001年7月の参議院選挙と、直近の2014年の12月の総選挙ではどうなっているか。また閉鎖時刻を繰り上げた投票所の割合について、98年10月の総選挙と14年総選挙時点ではどうなっているか。また、14年総選挙で投票時間を繰り上げた投票所が 80% 以上の都道府県の県名と、それぞれの割合も合わせてお示しいただきたいと思います。大泉選挙部長。お答えいたします。2001年、平成13年の参議院議員通常選挙の投票所数、これが一番多いときでございましたが、5万3439箇所、そして2014年、平成26年の衆議院議員総選挙における投票所の数は4万8617箇所でございました。また、投票所の閉鎖時間の繰り上げについてでございますが、1998年、平成10年の参議院議員通常選挙、これは投票時間の2時間延長が実施されて、初めての大規模な国勢調査でございましたけれども、この時には、繰り上げをした投票所の数は、割合は 5.6% でございました。2014年、平成26年の衆議院議員総選挙につきましては、35.2% でございました。また2014年、平成26年の衆議院選挙におきまして、閉鎖時刻を繰り上げて 80% を超えている都道府県名でございますが、茨城県が 80.6%、岩手県が 83.2%、島根県が 86.3%、秋田県が 86.6%、高知県が 89.5%、鹿児島県が 91.4%、で群馬県が 99%。それから福島県でございますが、これは 100% となっております。これは震災、東日本大震災の影響がございまして、平成27年の県議会議員選挙については、5団体、それから6の全投票所、それからプラスして1団体の1投票所が繰り上げを実施しなかったということでございますので、それを見ますと、8割を切っているという状況になります。井上聡君。投票所の数は最高時から1割減になり、投票時間はですね、2014年総選挙で言いますと、実に 35% の投票で繰り上げ閉鎖をしております。
住んでいる場所によって投票機会の保障が異なるということになっているわけですね。でまず投票所の減少の問題についてお聞きしますが、公益財団明るい選挙推進協会が2015年8月のアンケート調査で投票所までの距離と投票の関係について聞いております。これ見ますと、投票所までの距離が5分未満で投票に行った人の割合は 77.5%、 10分未満では、71.6%、大体7割台であります。ところがですね、20分未満だと 58.4%、 20分以上だと 56.6% と、明らかに投票所までの距離が投票行動に影響をしているわけですね。この間投票所が減少し遠くなったということが投票率の低下を招いていると考えますけれども、大臣、その点での認識と対応はいかがでしょうか。高市総務大臣。投票所数につきましては、中山間地域等における過疎化による選挙人数の減少や、市町村合併等を契機とした投票区の見直しなどによって減少してきていると、承知をしています。投票所数の減少だけがですね、この投票率の低下の要因だということではないかと思いますけれども、やはり全体的に 見ますと、いずれの選挙においても低下傾向にあるということは事実でございます。で、この公職選挙法上、投票所の設置につきましては、市町村の選挙管理委員会が地域の実情等を踏まえて決定すべきものではございますが、総務省としましては、各選挙管理委員会に対しまして、投票機会の確保を図るという観点から、投票所の増設について、積極的に措置するように、国政選挙や統一地方選挙の都度、要請をしてきております。でまた、ご高齢の方など、投票所への移動が困難な方々に対しまして、投票所や期日前、投票所への巡回バスを運行すること、また地域の最寄りの公民館や集会所等の施設に、期日前、投票所を設置することについても、要請をしてきておりますので、引き続きこの要請を続け、投票機会の確保に努めてまいります。井上聡君。もちろん投票率の低下、さまざまな要因がありますけれども、先ほどのアンケートにもありますように、やはり投票場が、減り、遠くなっているということはですね、投票率低下の一つの重要な要因だと思います。で、総務省として、増設について、通知等に代わるようなものも発信をされているようでありますけれども、ぜひですね、実際に増設が進むように求めたいと思うんですね。で同時に今ありましたように、足の確保も大変重要であります。で、確かに投票所へのバスの運行など行われておりますけれども、実際聞きますと、午前午後でそれぞれ1便などですね、それに乗れなければ諦めざるを得ないというような状況もありまして、やはり民主主義の根幹をなす選挙の機会が保障されているとは言い難いところもあるわけです。例えば、この足の確保の点で、こういうバスの増便などの措置を取った場合にも、これは執行経費からの国の負担ということでよろしいでしょうか。大泉選挙部長。お答えいたします。投票所、今回の共通投票所、あるいは期日前投票所までの移動支援に関する経費につきましては、今回の改正案におきまして、加算規定を新設とするということと、あと関連予算を確保しておるところでございます。これまでも実際に行われている例としては、送迎バスの運行や運休日であるときに臨時バスを出したり、あるいは、投票所までのバスの無料券を発行しているような団体もございます。こうしたバスの投票所への移動支援につきましてでございますけれども、その便数を増便したような場合であっても、執行経費基準法の移動支援の対象となるものでありますので、その経費を基準額に加算して措置することとしたいと考えております。井上聡君。もう一つは投票時間の閉鎖、投票所の閉鎖時間の繰り上げの問題です。で、11年の地方選挙ではですね、20代30代の4分の1は18時以降に投票しているという調査もあるわけですね。やはり繰り上げ、閉鎖の繰り上げが投票率の低下を招くことは、この数字からも私は明らかだと思います。
で、まあ、それぞれの地方の事情というふうに言われるんですが、2014年総選挙で見ますと、群馬県では、まあ、前橋とか高崎市など都市部も含めて 99% が繰り上げていると。で、お隣、栃木県は 6.7% ですね。で、秋田は 86.6% ですが、青森は 6.4% なんです。ですから、この有権者のこの投票の機会の保障よりも、もう地方自治体の需要が優先をされているのではないかと、この数字から見るわけですね。まあ、そのことによって、やはり投票の権利が妨げられているのではないかと考えますが、まあ、この点での認識と対策はいかがでしょうか。大泉選挙部長。投票所閉鎖時間の繰り上げでございますが、公職選挙法においては、選挙人の投票に支障をきたさないと認められる特別な事情がある場合等に限って、繰り上げができるというふうに規定されております。まあ、こういう法律の趣旨を踏まえまして、地域の実情も考えながら、各選挙管理委員会において、十分な検討を行った上で対応していただいているものと認識しております。総務省といたしましては、投票時間、閉鎖時刻の繰り上げ等につきまして、これまでも各選挙管理委員会に厳正な対応を要請してきております、まあ、引き続き要請をしてまいりたいと考えております。井上聡君。さっきも数字言いましたけれども、群馬県では 99%、隣栃木では 6.7% と、まあ、群馬県にだけ特別な事情があると私は思えないんですね。今もありましたような、やはり厳正な対応をですね、改めて求めたいと思います。それから今回の法案では、開票諸経費の基準額は増加をされるわけですけれども、その理由はどういうことでしょうか。大泉選挙部長。お答えいたします。開票所経費、今回見直して増加しておりますが、基準額の積算の前提となる開票事務に要する時間、開票時間につきまして、選挙執行の実態を踏まえて、現行の4時間から30分延ばしまして、4時間半に見直すことと、によるものでございます。まあ、これにつきましては、25年の参議院通常選挙の実態を調査したところ、全体の 44% が4時間半未満で開票を終えておりまして、まあ、累計で 60% に当たる団体が、5時間未満で開票を終えておりました。それで平均は4時間47分ということでございました。まあ、一方で選挙に要する費用につきましては、これは最終的に、国民の負担となるということを考慮しますれば、事務の効率化の観点も踏まえるべきであるというようなことを勘案しまして、現行の4時間から30分延長して4時間半としたところでございます。まあ、この改正によりまして、いくつかの選挙管理委員会におきましては、これまでも、開票事務に関する不正が若干発生しておりました。この時間の見直しにより、過度な開票時間の短縮への動きが抑えられるのではないかなと期待しているところでございます。井上聡君。前の基準削減のにあたってですね、まあ、開票作業には何よりも正確さが求められておって、まあ、コスト削減を目標に選管を煽るということは、選挙の公正さが確保できなくなると、私ども指摘をしてきました。高松の選管や、まあ、仙台選管の不正事件のように、まあ、指摘したとおりの問題が生じたわけですね。今、4.5 時間以内に基準を上げたと言われました。で、それまでに終えたのが 44% 程度と言われたわけでありますが、まあ、これも半数以下のわけでありますから、これでも私は実態に即しているとは言えないと思うんですね。で、まあ、このようにですね、投票所の減少から投票所の閉鎖時間の繰り上げ、また、まあ、開票にあたってのさまざまな問題、一連の問題を生んできた一つの要因が、この法律に基づく執行経費基準の削減にあると思います。地方公共団体の委託費は、2010年の法改正案に基づく参議院選挙予算は、前回比 17.1% 減になりました。で、2013年の法改正で、この2010年基準よりも 2.5% 引き上げましたけれども、この間、地方自治体は、それまで正社員が配置されていた事務を臨時職員に置き換えるなどして、まあ、ギリギリの予算で運営をしなければならなかった。まあ、さらに、まあ、自治体職員自身のリストラも進んでおりますから、まあ、これと相まって流れが加速したと思うんですね。私は、選挙の機会の確保という
観点から言いますと、2007年基準の水準まで基準額を回復することが必要と考えますが、大臣いかがでしょうか。高市総務大臣。今回の予算につきましては、有権者が投票しやすい環境を整備するとともに、選挙の公正な執行を期すために、実態を踏まえて、必要な経費は計上していると存じます。まあ、一方で、先ほど、選挙部長が、答弁をしましたとおり、またこれも、国民の皆様の、ご負担、でもありますので、まあ、国、地方の厳しい財政状況も、まあ、ございますので、効率的な経費の支出と、まあ、いう視点も、持って対応しております。平成28年、執行予定の参議院議員通常選挙における、まあ、基準法委託費については476億円と、前回の平成25年の予算額に比べまして29億円 6.5% の増でございます。平成28年の参議院議員通常選挙の執行には必要な額を確保していると考えております。ただ、まあ、これからですね、地方公共団体の選挙執行の実態も、しっかりと踏まえながら、投票環境の整備ですとか選挙の公正な執行の確保、のために必要な予算を確保してまいりたいと考えております。井上聡君。前回の改正後の2010年1月に都道府県の選挙管理委員会連合会が要望を出されております。国会議員の選挙等の執行経費の基準については実情に即して基準額と改められたいとしております。理由をこう述べているんですね。改正された選挙経費基準法では単価が大幅に引き下げられたが、特に市町村交付金について一部の経費は実態と乖離しており大きな影響が生じていると。執行経費の過度な引き締めは選挙の管理執行に支障を及ぼす恐れがあるので、実情に即した適切な水準に見直す必要があるとこう言われております。今今後も実態を踏まえて、いきたいということがございました。ぜひですね、こういう現場の実態声もしっかり聞いてですね、私は、回復をすることが必要だということを改めて求めておきたいと思います。もう一点、今回の法案には、いわゆる共通投票所の創設が盛り込まれました。これを可能にするためにはですね、コンピューターによる選挙人名簿の一元管理のシステムの構築などですね、まあ、自治体の規模によって違いますけれども、ソフトやハードが必要であると思いますが、まあ、こういうシステム構築に資する費用というのは、今回の予算には計上されているのか、また地方の負担が生じるんでしょうか、いかがでしょうか。大泉選挙部長。はい、お答え申し上げます。共通投票所に関する名簿対象のオンライン関係経費につきましては、今回の法律の改正案について加算規定を新設しまして、それに必要な経費について、予算を組んでいるところでございます。まあ、それと それとですね、あと、ただ整備した設備が地方選挙にも活用できるような場合につきましては、その経費につきましては地方公共団体も負担すべき面もありますため、整備にかかる経費の一定割合約2分の1程度でございますが、これは国費で措置することとしております。井上聡君。自治体もですね、なかなかリストラ等で大変でやりたくても時間も人員もいないというのが実態だと思うんですが、例えばこのモデルとなるようなシステム構築など総務省が責任を持って開発するべきかと考えますが、この点はいかがでしょうか。大泉選挙部長。名簿対象のオンラインシステムにつきましては、総務省内の研究会において議論がなされたところでございます。昨年の3月に行われましたその中間報告においては、現在の期日前投票の実務においては二重投票の防止をするために実行ある方法として、オンラインによる方法を補助的な方法ですが広く行われているということでございます。で、これまで重大なトラブルも発生していないということから、そのような実態も踏まえまして名簿対象そのものについてもオンライン化を行えるようにするというような方向性がこの中間報告で出ているところでございます。まあ、共通投票所につきましても、市町村の選管におきまして、これと同様に、
行えるものと考えているところでございます。モデルを示すということについてでございますが、市町村選管の選挙人名簿システムは多様でございまして、一律に示すことが、効率的あるいは効果的かどうかというのは一概に申し上げることは困難でございますが、今後システムの整備事例などを収集しまして、他の市町村の選管への情報提供など必要な措置を講じてまいりたいと考えております。井上聡君。せっかく法改正するわけでありますから、きちっと進むようにですね、総務省として、必要な責任を持って進めていただきたいと思います。以上、終わります。